掃除の証明の明問題に入っていきます。で、掃除の証明も合同の証明と基本的にやり方は一緒です。図形の中で掃除条件、合同の時は合同条件ってね、にどれに当てはまるかっていうのを考えて等しいところを探していくと。で、等しいところっていうのはそのほとんどが家庭からわかることやな。じゃあやってみましょう。右の図のように直角三角形 ABC の点 A から下ろした垂線 と、BC、とと B C の交点を D とすると。Okay. ここ直角三角形やからここは直角って分かってますよと。垂線やからここも直角やね。で、この時三角形 ABC と DBA この三角形の相似を証明しなさいという問題です。証明の問題なのでまずは仮定と結論をちょっと考えてみよう。過程っていうのは分かっていることは 直角三角形って言っているからここが90度やということだなで垂線やからここも90度ですよと他これ以外分かっていないよね角度しか分かっていないと辺の長さとか辺の比とかは全然分かってへんからこの最後の結論の掃除を言うためにはこれは結論やね結論の掃除を言うためには辺の比 つまり2つの角が等しいという掃除条件を使えないかなって考えていくとで今分かっているのはこことここやから ABC と DBA の合同これは結論やね分かっている角はこの2つですあと1個でも分かってらいいんやなどっか一緒になっているとこあるこの三角形とこの三角形90度以外にここも 二つの三角形の共通の角のやつだよな。角 B は共通の角です。だから等しいよね。なので、二つの角直角と直角と角 B がそれぞれ等しいので、二、えー、つの角が等しい。よって、相似が言えるやな。じゃあ書いていきましょう。書いていくときも合同と同じように書いてあげる。つまり、えー、相似を言う三角形を最初に言ってあげるね。三角形 ABC と、 三角形 DBA においてね。で、そして言いたい条件です。ここでは2つの角が等しいやけど、そのために必要な要素を挙げてあげると。なので、まずここでは角で、角 BAC やね。BAC、直角の部分です。と、対応する順番に気をつけて、角 BDA は等しいですよと。 これは90度で等しいです。で、これが1つ目やね。です、もう1つはこの共通している角の部分やね。なので、共通している角なので、ちょっとわかりやすいように、まあ、角 B でもいいんやけど、分かりやすいように書いときましょう。角 ABC イコール角 DBA ね。これが2番になります。 で、この1番と2番より、で、合同の時と同じようにここに、掃除条件を今回は書いてあげるね。掃除の証明やから。掃除条件は2つの角が等しいよね。角が等しいので、三角形 ABC、掃除三角形 DBA になると。これで証明の完成です。 形すごく合同の正面に似てるやね最初に掃除を言いたい三角形を持ってくるそして掃除条件を言うために必要な2つの要素三、まあ、つになる時もあるけどを上げて上げて何々より一2より2つの角が等しいここは掃除条件です等しいので三角形 ABC 掃除三角形 DBA になるとこの形、まあ、合同の時でもしっかり身につけられたとは思うけど 掃除も同じような形をとるのでこの形をまずは身につけるようにしてください。